はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、久しぶりにですね、あのオルフェゴール持ってきたんですけど、なんでかっていうと、あのね、ディアベルスター、今要は財宝スネークアイというギミックが診断で実装されまして、まあ、これを出張パーツというか、これを展開として利用できるデッキ、いろいろ何があるかなと思って模索してたんですけども、あれでオルフェゴールめちゃくちゃ相性いいということが分かりました。これまずなんでかっていう話をすると、まず手札コストとしてディベルを捨てた時、これめっちゃ強いじゃないですか。ディアベルスターのギミック止められても、あのディベルから動くことができるんで、もう一応手数になるし貫通札にもなるということで、まあ、結構強いっていうのと、あとねこれね1枚勝負になってるんですよ、ディアベルスター実は、あのオルフェゴールの。これなんでかっていうと、ディアベルスターが、まあ、展開通った場合、まあ、あのエクセルからね、あのポップルス、オークみたいな動きからフランベルジュみたいな感じでいくと思うんだけど、展開途中でこれのギミックを回している中で、盤面が、まあ、モンスターめっちゃ並ぶから、リンクモンスター結構パンパンパンって並べられるじゃないですか。で、バリケードベルク、リンクリボーサクリファイスアニマっていうモンスターが並べられるんですけど、これ闇属性の、種族が全部異なるモンスターなんですよ。そうするとドミニオンキュリオスが出るんですね。でドミニオンキュリオスって何でも好きなカード、デッキからカード墓地をくれるんですけど、これであのディベルを落とせるということで、こうするといきなり、もうあのガラテアに行けるんで、ここで、オルフェゴールギミックが成立している。まあ、要するに、その、財宝狩りの悪魔、またはディアベルスターが、オルフェゴールに繋がっていくというところなんですよ。一枚初動で。今まで一枚初動って、やっぱ基本的にその、ギルスとか、カルテシアとか、あの辺とかしかなんかあんまなくて、オルフェゴールって。結構やっぱディベル、間違えた、ギルス。ギルスを引けないと動き出せないし、ギルス止められたらもうなんか貫通力なくて何もできるみたいなこと起きたんですよね、今までは。なんですけども、今回からちょっとディアベレスされたことによって、割とその手数にもなったし、貫通力もまあまあ増えて、なんか割といけるようになったんですよね、デッキのパワーとして。はい。というところで、今回は、ディアベレスター入りの、オルフェゴールギミック回していきたいなと、はい、いうふうに思います。まあちょっと、ベイステッドとかが、普通にきついんですけど、ベイステッド、正直、多分、楽園もそろそろ規制されるし、まあ、ちょっと減るんじゃないかなと、個人的には予想していて、しかも、財宝スネークアイ、財宝スネークアイが流行ったことによって、まあ、ベイステッド効かないデッキではあるんで、基本的には。オルフェゴール入ってなければね。なんで、まあ、ちょっとベイステッドも減るんじゃないかという予想も込めて、オルフェゴール、分回していきたいと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ボタンをドロバ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 ケア、ドロフェーズ。じゃあ最近ボタンをオートにする癖がついてまして、ドロフェーズで財宝狩りの悪魔を打つの忘れてドロバで負けるというの割と、やってるんですが、皆様どんな感じでお過ごしでしょうか。ディアベルスターサーチ通った、なんかありそうだな。ディアベルスターのコストはさすがにスケルトンで、ディアベルスターを爆誕させていきたいんですけど、なんかありますか。特色効果層、なるほど。うららじゃね、多分貧乏人と読んだ、旧イラストのうらら と読んだ俺は。イラスト、旧イラストのうらら、それどっち。あ、旧イラスト、やっぱ正解でした。もうイラストのね違いまで読んでいくから、俺の場合は。うん、相手のね、持ってるカードのイラストまで読んでいくから。まあスネークはエクセル引いてるから貫通していくよ。さあエクセル召喚効果、よし、それ、スネークアイズポープルスを手札に加えてポープルスの効果を発動で、ポープルスが爆弾していく、OK? でポープルスの効果、ジャガン神殿スネークアイズサーチ&リンクリボーに1回変えると、ポープルスが、墓地に行った時の効果が発動しまして、自分の墓地から炎属性モンスターを魔法トラップゾーンに置くという効果、よしで、それをコストにしましてスネークアイエクセルの効果、これスネークアイなんかポプルスをスネークアイパワーポイントとオークをなんか何スネークアイワードって呼んでるやついるね。うん、まあ色あね、何これ、何これ、あ、わらしマジ、これどうなる、これちょっと待ってわからん、止まるか、いや止まんなそうだな。オークのちょっと待って、いや、これ大丈夫じゃないか。ジャガンシンでスネークアイの効果発動して、これフランベルジュ置きゃいいかで、フランベルジュをリリースして、はい、でフランベルジュ置いて、
そう、わらしのタイミングここだったんじゃないですかっていう話あるんだけど、さあ、ここで、フランベルジュの効果が起動します。来たぞこれ、なんかわかんない、謎に貫通してるぞこれ。あれじゃないか、わらし打つタイミングここだったんじゃないかここだったんじゃないかって話あるな相手。おい、出た。なこれ一旦さ、あれじゃない、フランメルジュでディアベルスター、父がでかい女、父がでかい女を置いて、ほんで父がでかい女、一応特殊化できる、なんかその風の、動きしといてから、ちょっと待って、バリケードベルク行こう。このデッキは皆さん、スネークアイみたいな、動き、今までなんか死ぬほどしてるんですけども、これ何デッキかご存知ですか。このデッキね、オルフェゴールデッキなんですよ知ってました皆さん、このデッキでオルフェゴールデッキなんですよ。なんかお前このデッキスネークアイじゃねえかと思っていた方もいらっしゃるかもしれませんが、今からね、こっからオルフェゴールの動きするんで、はい。属性が同じで種族が全然ちゃうモンスター3体でリンク召喚、現れよライトロードドミニオンキュリオス。こうだと愚かな埋葬、いや愚かな服装でもあるか、オルフェゴールディメルを、墓地に送っていく。そしてオルフェゴール、あーはい、追加で墓地送るやつね、これね、はい。クリトリスが、あ、間違えた、グリマックスが、墓地送られました。でオルフェゴールディメルの効果発動、このカードの効果によってトロイメアが出てきて、でオルフェゴール含んでるんで、これリンク3と、効果モンスターでリンク2行くとリンク値もったいねリンク値もったいねうるせえ黙れ、オルフェゴール使いにリンク値もったいねって言ったら交際からな。オルフェゴールからテアを対象にとって打点を上げながら正常墓地を送る。で正常効果で除外して、除外されているモンスターをもう一回特殊召喚する。これディベルだね、はい、OK、で一旦ここで、ワンドローを入れまして、デッキが圧縮されきっている状態で実質、ワンドローを押していく、よかった、オルフェゴールガーティアの効果で、これで、杖戻して、オルフェゴール系の魔法トラップカードをセットできるみたいな効果あるんですけども、これでバベルを、バベル設置、OK で、東京タワー混流して、で混流されからの、ディンゲルスで除外ゾーンのやつ回収、まあ、この辺はもうオルフェゴール基本ムーブみたいなとこありますからね。これは小学校、まあ、なんか2年生くらいで義務教育でやると言われているね、小学校2年生の義務教育でやると言われているオルフェゴール展開で、フュージョンテストで引いてるんで、フュージョン、アラコンダじゃなくてこっち1回マスカリナぶち込みまして、アマにもエッジで、お会計入っていいか、お会計フュージョンデスティン発動、まあ、引いてるだけめちゃくちゃ強い、あ、じゃあ結構展開力あるから、ブルーディースビーキ結構強くて、ブルーディースビーてると意外とそのスネークアイ の展開力使って相手のモンスターを無効化できるブルーディーが普通に手札から出るという話がありましたね。ブルーディーめっちゃ強いです、はい。さあかかってこいよ、かかってこいや、うららとわらし打たれたけど普通に、ま、なんか割と理想展開はできたぜ。あ、サーキュラーいたろ、いやサーキュラー強えな、なるほどな、まあ、残機かわかんない、残機だかイグニスタだか知らんけども、まあ、とりあえずサイバースデッキ、なるほど、シグマじゃねえの、あ、シグマ引いてんのかこれ、ははー、これシグマ引いてんなこいつ、ただもう、あと1枚の手札シグマやなあれ、ちょっとさすがにちょっと戻しとくか、あいつサーキュラー、あんなかんだ特殊召喚とかされてめんどくさいんだよな。ギルスですね、はい、でギルスちゃん出して、ギルスちゃん効果起動します。正常は打点上がるからディベルの方がいいか、ディベル送っといて、このネクストバッターサークルにディベルからの、マスカレーナ効果発動、チェーンない OK、マスカレーナと、デスフェニは意味が分かんないから、マスカレーナと、ギルスでリンクに、リンク3、はい、トレメリコーン特殊の成功値効果と、エクセルもいらない、エクセルいらない、でこれでこうで帰れ、で帰れ、オッケー、帰った、帰りました。で多分これ手札
テグダからシグマ出てくる動画読んでいる。俺はやっぱりな。ここまでは読んでいました。はい、オッケーです。まあ、これ誰でも読めるか。でシグマ出てきます。はい。いやリンク兄さんのめんどく、あ、リンクじゃ、リンク兄さんのめんどくね。これさ、もしかしたらパラレルエクシード引いてるかもしれないよな。ちょ、パラレルエクシードはもう出させない方がいいんじゃないか、これ。マジで。一緒着地狩りしとけば勝てんじゃん。手札2枚。いや、これ着地狩りやろ。これ着地狩りや。ちょっと待って。オルフェゴールスケルツォンの方がいいか。オルフェゴールスケルツォンの方がいいな。オルフェゴールスケルツォンを除外しまして、自分の墓地からシーオルフェゴーデンゲロス特殊感。特殊感成功時効果。相手のカードを選んで墓地に送るという最強の効果。あまりに強い。で、シグマどっか行く。オッケー。シグマどっか行く。残機方程式。なるほど。あ、手数多いな。てか、シグマ召喚したことあったんじゃないの、うん、その場合、シュタブトラ。めんどくせえな、これ。これ、これ破壊したらいけるか、もう。さすがに。手札1枚から宇宙大きいんだろう。サーキュラーも使ったしな。いや、さすがにね、ダイヤすびきとかはないと思う。こっから。はい。あぶねえ。対戦、ありがとうございました。まあ、割と悪くはねえ。悪くはねえぞ。悪くはねえがだな、これ。ちょ、2枚で止まってくんねえかな。うららと無限ホールで止まっていただけると、すごい嬉しい。もう泣いちゃう。天威竜、アシュナ。なるほど。天創剣とかですかね。天勇者ですかね。ちょっとわかんないですけども、まあ、とりあえず天威竜アシュナ君がめちゃくちゃ強いということは、存じ上げております。あで、リンク1位かな。あ、小僧ね。はい、で小僧出てきた。小僧は特に効果がない。通常モンスターで、アシュナの効果確かあれだよね。あの除外すると天威出てくるみたいな。あ、バクヤ、なるほど。バクヤビシュナ見せる。さすがに無限法要。さすがに無限保養。双剣は結構あのストラクチャーがね実装されて、実装されてというか、まあなんかカムバックキャンペーン的なやつで、ストラクチャーもらえるんで、めちゃくちゃ増えてると言われてますけども、ルーキーランクは本当に双剣しかいないと言われてますけどもどうなんでしょうか。ちょ、ルーキーランクは本当に双剣しかいないかどうかちょっと気になるんで調べたいですね、今ね。なんかもう一個くらいアカウント作ってルーキーランク潜ってみようかな。アシュラン、やべ。でもそれはさすがに裏中、いや、わかんない。裏打つかわかんねえ。なんか何出てくるんだっけ。これ天意出てきてなんかシンクロされることあるかな。召喚剣使ってる。めちゃくちゃうさい。シーラストの裏ら、まあまあの煽り性能あるよな。めちゃくちゃこの煽り性能のためだけに3枚集めたっていいかな、これね。ああ、本当にこの煽り性能のためだけにね、この3枚をいくらかかったか知らんけど集めましたから。私はレイの流線鳥、これは源流族を特殊召喚する。ビッシュダを、放り投げて自分の墓地から天意が出てくる。なるほど、めんどいね。これこっから8シンクロってこれできんだっけ。これ裏打ったんだけど、俺一応ビッシュダは一応通常モンスターいるとなんかバウンスみたいな効果あるんだよな。今特に関係ないな。じゃあ、ああ止まった、やった、弱い、来た、いける。なんか割と誘発が下がった秋みたいな話だけど、とりあえずジャガン神殿スネークアイは打っていいな。ジャガン神殿スネークアイ発動で、ジャガン神殿スネークアイの効果表側表示で置きます。まあ、これはポップルスしかねえか。ポップルスが一応まあコストとしては非常に優秀ですからね、これね。ポップルス置いてポップルスコストにしてディアベルスさ出してみたいな動きが一番いいんじゃねえかな。まあ、ちょっと今フランベルジ引いててね、フランベルジ引いてると強い時もあるんだけど、今ちょっとあんま関係ないから、これコストにしてね、自分のなんか墓地からさ、レベル1のモンスター2体なんか再び蘇るみたいなマジ最強ムーブできる時あるんだけど、まあ、ちょっと今回無理だったんで、クロマジョディアベルスさの効果とポップルスの効果で一旦置いてフランベルジョをね、結局なんかコストにするのが一番強い、墓地が動いてる場合は。でポプルス置いてディアベルスさんの効果で、いや、まあさすがに一致リクルート、なんかね手札誘発ありそうなチェーンなんですよね、これ。
わかんないんですけど、まあ一応言う、まあそれ踏むためにも、まあ現在をスネークアイ打っていくしかないかなって気がしますね。で、現在をスネークアイをコストでポプルスで打つ。で、エクセル出てきてパワポワードまでいけたらいいな。どっちかって色的にはこ、あの、何、リクルートしてくる方がどっちかってワードだけどね。エクセルじゃなくて。まあエクセルって名前なんだけど。はい。なんだこれ。あ、G か。なるほど。ダリーナ。ワンキルするか、ワンキルするかこれ。エクセル。で、効果起動。まだあんな、なんか。どしらあいつ。うららか。だるいな。いやでも、じゃあ止まるか。手札1枚だろ。今、で、これで次のドローで2枚。アドバンスしてパックルもあるけど、まあルシーウィラあるからね。殴りますか。バトルフェイズですね。打点勝ってるしな。ジャガン神殿の効果結構強くて、なんか打点上がるんですよね、レベル1のモンスターが。これもまあまあ強い。なんか その辺のなんか適当なリンク1とかリンク2モンスターだったらなんか殴り殺せるから、まあ、割とまあまあ強いこれ。シルビア置いて、まあ、交換無効あるから、まあ、これでエンドなんじゃない。まあ増時通ってるしね。まあ一応妨害数的には1妨害一応あるんですけど、シルビアがあるんで、なんでここで頑張っていきたいといったところですね。ただでも双剣って手札2枚からそんな、まあ一応あれか、でもゴードンっていうか神カードあるか、相手ゴードンは止める、ゴードンは止める、ゴードンは止める。さすがに、さすがにゴードンは止めさせていただきたい。え、うわ、これブロートスやん。誰いや、強え、ちょっとこれ強えよ、それは。プロートス、だるい。お互いに人間属性のモンスター、毒島の闇属性。うわ、きめえ。もう撃つしかねえか、じゃあ、これ。ディアベルスターが破壊されて、ディアベルスター出てこれなくなっちゃうので、ディアベルスター撃つしかないか。まあ、永続無効なんで、まあ、プロートスの効果無効にはできるんですけど、あとの手札の一枚何なんだろうな、あれ。それが結構なんだろうな、なんかタイヤみたいなモンスターだと割とやばいか。そんな都合よくは、流走権限みたいな。そんな都合よくはね、いかないですよね。怖え。怖え。レベル1が全然いねえ、クソ。ちっしょ。ちっしょ、フランベルジュドラゴンこっそにするしかねえか。これを食ったところで結局自爆特攻とかされて意味ないもんな。フランベルジュドラゴンを捨てて、まあ多分これ今もうこれ使えないからこれ捨てて、でディアベルスターにした方が2体になるから、まあ一応なんとなるか。はい、で効果で、これで多分エクセル残れば、これさすがに財宝があるよくね、押し込む必要ないでしょ多分これでは。はい、これでまあ自爆とかできるしね。もし、プロトス短期だった場合は。あ、プロトス短期や、これ。来た、プロトス短期、これ、書いてる。いける。いった。で、そうですね。あー、多分無限法要じゃない、あれ。その列に伏せるの、さすがに無限法要でしょ。うむ。どうしよう。まあ一応打たせるか多分無限、これ多分無限応用なんじゃないかな。一応おかしいよね、伏せてる位置。あ、そうだよね、まあまあまあそうだよね、まあまあまあいいわ、まあいいわ。あ、これシルビア使えるよ、神か。シルビア神とさせていただきます。さあ、なんかこっちのスネークアイ財宝系のカードにチェーンして、相手が魔法トラップモンスターの効果発動するとシルビアがゲームから除外されて、その効果を無効にすることができる。つまり俺の効果通る。やべえ、強え、あべ、強え、強え、やべ、強え。財宝狩りの悪魔使う。これサーチ入れた方がいいか。現在のスネークアイの効果発動っていうか除外します。これさすがにフランベルジュ戻しまして、ポップレスまだ1枚あるしな。で、1枚戻しまして、エクセル加えます。まあエクセルっていうか、だから何回も言うけど、このカード色的にワードだけどな。
で、いや、展開してからね。エクセル召喚。効果起動。ポープレスサーチ。効果起動。よー、回り出した。さあ、回り出しました。私のデッキ。完全に回り出しました。墓地リソースマジ稼い、あの、ね、戻してワンデローとかあるの強いよね、このデッキ。で、まあ、一旦、リンクリボーチャーに変えて。おい。クリボーチャーに変えて。そうすると、ポープレスがびっくりして、うわーって言いながら、自分の墓地から炎属性のモンスターを魔法トラップゾーンに置くという効果。はい。で、ワードの効果によって、ワードの効果によってエクセルを出してくれば、エクセルよりもあれか、これあの3000立てるのがいいか。あ、でも多く、それは多くでいいか、後で。で、多く出す。で、多く効果発動。自分の墓地の、ポプルスちゃんを特殊召喚。はい、打点高ない。違うか、勝ってんじゃないこれ。あれ、これ打点足りてないこれ。これ自爆特攻しようと思ったけどさ、これ押し込んだら勝ちでは。反逆の財宝スネークアイの効果。相手のモンスターは魔法トラップゾーンに押し込む効果。はい、これでペンデラムゾーンは使えない。邪魔。リクルートする必要もないのでそのまんまぶん殴ります。もうなんかめんどくさくなりましたね。6600バトルフェイズ。はい、なんかオルフェゴール全然関係ないけどスネークアイが強すぎてなんかいけます。うおっ、対戦ありがとうございました。まあ、本当はここからあのオルフェゴールもできるかな、展開としてはね。まあ、しなくても勝ったけど。さあ、お相手の方はこれね、不動優勢さんでしたね。不動優勢さん、これね、めちゃくちゃ激エモ展開されるんでちょっと見ていただきたいんですが、聖殿の水使いからの効果起動して、あれですね、勇者ムーブからの、これ確かね、スピードダッサムの弾なんで、そうだね。で、ジェットシンクの召喚、史上最強ジャンクスピーダー効果発動。で、めちゃくちゃ新キロンが出てくるぜ。ぽい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 、強すぎる。これさ、やけくそ効果すぎるよな、ジャンクスピーダーとかいう。なんかまあ、この効果やけくそ、マジで。本当になんか遊戯王史上一番のやけくそ強化なんですかって言われたらジャンクスピーダーだわ。で、高麗する奇跡の効果発動、こうやりすぎないんだよな、あのチューナーがこんなにいっぱい出すのな。で、ブラックフェザードラゴン、舞い上がれブラックフェザードラゴン、集い、お、あ、重い、お、集いじゃねえや、重い集いし竜からのラルバウール、強すぎる。そしてこれでジャンクドッペルをサーチ、強い、最強。さあ、ここからのソルティアが始まるぞ。さあ、ガーデンローズメイデンを特殊召喚。さあ、ガーデンローズメイデンはここでブラックガーデンをサーチ。そして、スターダスシンクロンが墓地から蘇るとドッペルウォーリアがびっくりして手札から出てくる。で、一旦ここで11シンクロンですね。シューティングセイバーさ、かっこいいね、ほんとにかっこいいこれ。で、ドッペルウォーリアがトークン生まれて、で、まず一旦5シンクロでアクセルシンクロン出してきて、で、アクセルの効果でレボリューションシンクロン墓地の来るとレベルが、2個2になると、3個下がって2個になる。で、フルルとフルレル効果でジェットシンクロンを特殊召喚する。で、一旦赤き竜出して、はい、で、赤き竜効果、ウォー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 、シンクロオーバートップ、マジでロマン。で、ブラックガーデンの効果起動してレッドデーモンズドラゴンが出てくる。で、さらにトークンが生まれて、で、ジャックの魂が、打点が半分になるけど、まあこれ素材だから意味ないって感じだな俺ね。で、ホイールシンクロンが特殊召喚され、で、ホイールシンクロンにアクセルシンクロンをチューニングし、エンシェントフェアリードラゴンでトアの命になる。で、さらに赤気流効果、レッドデーモンズドラゴンを対象にライフストリームドラゴンを特殊召喚。勇気と力がレボリューションで、レボリューションシンクロンの効果、レベルを1にして特殊召喚し、ホイールシンクロンの効果でレベル操作、そして、エンシェントフェアリードラゴンにレベル1の、レボリューションシンクロンをチューニング、ブラックローズドラゴンの効果、全てを破壊、全部のカードを破壊、ブルーン。で、ライフストリームは装備カードを除外すると破壊を、耐えることができると。で、シンクロオーバートパスをレベル1としてシグナリーを全て特殊召喚。そしてレベル1になった
ブラックローズドラゴンとレッドデーモンドラゴン、エンシェントフェアリードラゴン、ブラックフェザードラゴンにレベル8のライフストリームドラゴンをチューニング。テレレレテン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 著作権ケアのセルフビセルフ優勢のテーマ。てて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 実況しろ。はい、すいませんでした。赤毛龍の絵が出てきまして、これ何すんのかなと。これねマジゴミだよこれ。これこんなかっこいいさ、ちょっと待ってちょ見てね。こんなかっこいい動きすんじゃん相手。こんなかっこいい動きしてさ、全部でチューニングすんじゃん。レベル1のシグナーリュにさ、ライフストリームで赤木龍からさ、赤木龍からさレベル10にさ対象にとってさ、まあなんか進化召喚してくるわけですよ。ええ、何進化召喚されんだろうなみたいな。終わってる終わってるから、ちょいっすね、終わりです。まあ確かにジャックのエースではあるが、これだから相手ターンにやっていいのじゃないんだって。これマジクソだわ、これマジクソ、マジでクソ本当に。まあカラミティがクソなのか赤ケルがクソなのかみたいな、まあ、どっちもクソなんだけど、マジクソだわこれ、ほんまにマジでおもんない、マジでおもんない、クソすぎてやばいよな、これやで終わってんの。まあ、壁生成めっちゃして耐える構えですよね、壁をめっちゃ生成して耐える構え。はい。ちなみにマジでやばいのはこれ、ね、シューティングクエストドラゴンレベル1のモンスターを4体素材にしてチューニングしてるんで、このなんとね4回攻撃できるんですね。シューティングクエストドラゴン4回攻撃できるんですね、でディアブレスターの効果起動して一応、ギネスウォッチ送って特殊召喚します。で壁先生もう時すでに遅し、あまりにも遅い効果、まあこれ何セットしたか知らんけど、はい、天地創造劇ザ・クリエーションバーストイオルレンダー、やかましや、カラミティが強いだけやっけ。